はい。どうも、ジニです。で、周りもみんなに知られる。ですが、いいアイデアがあります。日本語練習のため、これからはちょくちょくビデオブログのことをやってみる。あれ？ビデオじゃない。声だけだ。じゃあ、始めましょう。これは初の、必ずたくさんミスをする。それにしても、よろしく。今日一日、チャップ、シーズン2を見ていた。あやー、シーズン3早く見たい。実は、シーズン3 DVD があるですけど、あれは第10話までのみ、だから今ダウンロードしています。でも、2日後まで、まだ終わらない。長すぎる。ですが、待つしかありません。あ、以前は不思議のギャルギャルギャル。話は変わる。話を変わる。18日後に東京へ旅に行くと望む。この一週間はカトリックのホーリーウィークですから、母さんはトラベルエージェンシーにまだ電話していない。ビザの申請についての更新がない。すっごく心配、緊張します。みんな、私たちのために祈ってください。お願い。他の何が私が話すことの、東京で何をするつもりか。まずは、東京で着いたら、多分、午後の3時ぐらい、成田、11時半、カスタム、イミグレーション、慣れたからと増えるかな。3時ぐらい。あの日の晩は、6時に、ジェストシアターへ行く。舞台、劇団エクサイル花組を見る。楽しみに待っている。終わったらカラオケを行ってみたい。でも、もしもそれをすれば、私が親に叱られると思う。二日目と三日目には、我らは明確な予定がありません。浅草城跡を見る、渋谷で買い物をする、などなど。でもまずはビザが承認される必要があります。だから、改めてみんな私たちのために祈ってください。はい。また話を変わる。最近にクリニックの仕事を4月に辞めると言った。でもこれは起こらないのかもしれない。まだこのことを考えている。一方で私は旅行にお金がいるです。他方でもうあの仕事をしたくない。なんて、日本語で知らないは、英語で、burn out。それは嫌だから、クリニック仕事を辞めたいと思う。はい。明日は、テニス、泳ぎを行ってきます。超久しぶりのできっと難しいと思う。でも頑張ります。んじゃあ、5分ぐらいに、はい、短いですけど、この辺で、それじゃあまた今回ね、聞いてくださった、ありがとう。バイバーイ。